市議会議員の川口博史です。今回は、高齢者施設等におけるオンライン面会についてお話をさせていただきます。以前、コロナ対策で国の方から、オンライン受診というか診療や、こういった面談のためというか施設整備、パネルを打つとかですね、コロナ対策でお金が出ました。そういった時に面談をオンライン面会を始めたとこもあるんですけれども、市内ではまだそういったことをされてあるのが 58% ぐらい、手間もかかりますからやってないとこが多いんですね。これは病院でも同じです。オンライン診療そして面会、便のが少し進んでると思いますけれども、質問しようとしたところ、市の方もこれ補正予算で少し考えておりますということだったので、議案質疑でさせていただきました。市は言葉は、オンライン診療ということでですね、機材の、半額を補助しますよということなんですが、以前は国の分のコロナ対策は 100% なんです。もうそういったこと言わずに 100% もう導入しているところにも必要だったらもう一台渡しますよということをしたらどうかというようなこともしまして、またはオンラインのどこがそういうことに取り組んでくださっているようなリストをいい意味で出したらどうかと、そしてそこに関係する方々がうちはできないんですかねとかですね、できるようにしたらどうかなと思っております。なかなか遠くにいると決められた時間に来なさいとか、遠くからまあ近くにいてもですね制限がかかる中、仕事休んでなかなか行けない、まず行ったところでオンライン面談もできない施設も多ございますし、東京に住んでてちょっと久しぶり顔でも見たいんやという時にオンラインとか進むといいなと思っております。先ほど言いましたけど、そう進めるためには病院もリスクがありますので、市の方でやっぱり積極的に費用かかってでもやってくださってる施設、こんなとこが頑張ってくださってます、どんどん啓発してですねお知らせして、それが進むようにやらないと進まないのじゃないかなと。今回の補正予算組んだんですけれども、市と言ってるのはじゃあ結果でどれだけ増えたか、あなたたちの実力を見てみましょうという、ことと交渉しました。やっぱ進まなければもっともっとですね、本当は今すぐしたいんですけれども、そこがやっぱりまだ、行政のぬるいとこかなと思っております。一緒になってですね、どういったこと、本当のニーズはで一番のやれてない理由はですね、機材がないとかですね、要望がない、ちょっと違うじゃないかなと、人手がないとか手間がかかるとかですね、ことなのかなと。まずオンライン曜日決めた日でも、それでできると第一歩踏み出して、大半のですね、特に高齢者施設はお年寄りの方が携帯の使い方から覚えて、できないと思うんですね。そこをやっぱりサポートしていく、それが今からの、福祉サービスじゃないかなと思います。しっかりとその民間の施設の方が、やろうやらうちもやらないかんじゃないかと思っていただけるような助成や応援や、そういった皆さんにですね啓発を進めて進むように頑張っていきたいと思います。ご支援お願いします。